はい、こんにちは、ビッグボーイです。それじゃあ今回もメトロエクソダスやってきます。相変わらず物資不足でやりくりしようにももう分解できるものがないから、今のこの自利品装備で行くしかないと。いや決して自利品ではないんだけど、弾がね作れないで、このうねうねが厄介すぎて、うねうねに裂く弾もない。だからスルーするしかない。まあ、医療キットを作れるだけのまだ物資はあると思う。もう先を急ごう。あ、これでボート痛い。早く行こう。おお、だだだだだ。レールガン。ギャー。あ、一発で死ぬわけでもないのかこれ。レールガンの弾が消えた。急ごう。治療。こやつらと戦っていられるほどのリソースがないんだけど、うわー、これはやるしかない気がするな。大丈夫か。このボートをもっと全力で漕ぐことができればな。いけるか。うお、くっそ。あ、違う。ギャー。あ、なんかかわした。急ごう急ごう。もう医療キットでゴリ押す。マスクがさ、せっかく修理したのにまたひび入っちゃったし、勘弁してくれ。よし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 。またこんなところを通る羽目になるか。向こうはちょっと明るいな。汚染が強いみたい。防護スーツは着てるが大丈夫か。急げ。汚染が非常に強いようだ。まずいなこれ。おっと、幻覚ってのは今作じゃご無沙汰してたが、どっと、なんだ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 、暗い。久しぶりの幻覚のようだ。そうだ、これを。緑のやつ。あれ。あ、消えた。
なんとか、ここは、あ、だいぶ近くまで来た。わあ、待て、緑のやつ聞いてるか？ああ。なんだなんだ、影。うわ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 。物が浮いてる。骸骨が手を挙げた。怖い。の、わー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 わわ、ポルターガイストかな。なんだこっちは。幻覚なんて見てる場合じゃねえ。明るい。明るいけど何かまだ物が浮いているようだ。なんだ。暗い。開けろ。もう目的地には近いはず。ん？誰もいない。外か。外に来た。よし、近いぞ。あ、もうずっとカウンターが音鳴ってるもんな。今黄色か。いや、もうほとんど赤だ。急ごう。またか。勘弁してくれ。あー、効かない。おお。なんだ。メトロの入り口が見えるか。吹っ飛ばせ。そうだ、どう使いよう。破片が飛んでは困る。兵士してんだ。ああ、人。緑のやつ全然効いてないぞ。こっちか。あれ？なんかあれ見たことあるぞ。あれ、ライブラリアンとかいうやつじゃない？あの、目を合わせてはいけないとかっていうやつだった。なんだ。
まずい。ここか。うん、ここっぽい。絶対ここだ。汚染が強すぎる。特効薬があったとしてそれが汚染漬けになってないか。うわ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 、たどり着いた。ここのどこかに。いやー、この辺じゃないか。どう、また幻覚が見えそう。アンナ？あー、新鮮な幻覚だな。浮いてる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 。めっちゃ浮いてる。いや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 、こっちは開くのか。開かない。こういう時はだいたい上の階に行けば目惜しいものがあるはず。相変わらず物が浮いてるけど。キリル。了解。ミラーがこっち向かってきてんのか。念のために医療キットは作っておこう。もう足りない。おお、これなんか映ったりしないかな。する。おお、これだ。切れた。つまりは今のだ。絶対に。眩しい。ギター？あ、ここ病院だから。ああ、最上階？フィルター、生体検知だな。ギャーあっかん。あ、持たないで。あー、引っ張られる。
いいぞアルチョム。こいつと戦闘か。待ってフィルターを交換。レールガンの弾は今ないんだ。こいつを倒さないと。待てよ、向こうのドアが開いてるから一回逃げるか。ん？待って、こっちはアンナ幻覚か。あ、これは下まで追ってこないか。追ってきてる。あ、この中に入った。まずい。あ、こっちが開くな。うー、開かない。これだ。おっしゃ、開いた。どこか。ここか？違う。こっちか？いや、これ死ぬ。行き止まりだぞ。あ、こっちも開いてる。薬どこ？おっと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 。頑張れアルチョム。うわあ、戦うしかないか。うう、勝ってあれ、倒しようがないな。の、エレベーター。こっちか。ん、テープ。うおー、銃効かない。急ごう。わあ、
また幻覚だ。うわぁ、どこだ、あーがまた来たか。うーわ、でも目が見えてない。てか目が見えてないって、目が見えてない。どっちだ、こっちか。危ない、やばい、ここ行き止まりだ。危ない、いでー、こっちだ。日記、発送リスト。こっちじゃない。うわーうわ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 、動きそう動きそう、幻覚で動きそう。アルチョムもダメかも。折れた。あー、そっち向いてて。おい、そんなにいるなんて聞いてない。宮殿、よし。うわー痛い。待って、もう医療キットがないの、材料もないの。こっちで良さそう。あー、いてない。まあもう一つ多分どっかに給電できるところがあるみたいだな。どこだ、ここは通した。上は登れない。なんで2体もいるんだ。はあちょっとこれ巻いてから、いや巻いてからっつってもな。今がチャンス。これだ。オン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 。でこっち降りて、今がチャンス。空いてる、セクターだ。と、な、何かが見える。見つからなかったね。いいの、頑張ったんでしょ。あなたを待ってるから。あかん。いつまでも一緒にいられたら。あ、よかった。おっと。ごめんなさい。地下だ。とりあえず回復しとこう。すっからかんだな。近いか。ありそう。地下まで落ちたんだろう。あ、ぎっしり。
これだ。一つあれば今はそれでいい。あ、大量で、ライブラリアンが来てる。よしよしよし。あー、来るの。開いて開いて。よし、痛い。落ちる。あー、いやいや、身軽かこいつ。よしよし。おお、アルチョム、あ、ミラー。アーチェル、大丈夫か？しっかりしろ、息子よ。もうちょっとだ、すぐに良くなる。お前は大丈夫だ。こんなところで死ぬんじゃないぞ。絶対に許さんからな。あの子に何て言えばいい。寝るな、寝るんじゃない。お前を見つけたんだ、ようやく。これが導きだ。しっかりしろ、アルショム。ミラーこそ大丈夫か。ミラー、生きてる、よかった。また一人ぼっちになったかと。起きて、ねえ。寝てるよ、もう放っておくしかないね。ここからはまっすぐなんだ。運転を教えようとしてくれてたんだけど。ねえ、お願い。ああ、ミラー。運転できるの？いえー、いけるんだね。地図を持ってきてさ。お前のおやじさんはヒーローだ。みんなを救ってくれたって。ハンドルが震えてる。途中でミュータントに襲われたんだ。でもみんなやっつけてくれた。バンって眉間に一撃だよ。川に行った時もさ、
虫がうようよしててすごい深かったんだけど、肩車してくれたりさ。
じゃないかと聞こえ。みんな気をつけろ。アルチモはかなり被爆している。大佐の体も測定できないほど被爆していた。カウンターが吹き切れるんだな。頑張れアルチモ、絶対に直してやるから。どうしてこんなことに。集中するだけ待てよ。どうしたらいいか死者くれ。緊急輸血ね。できる限りの血液が必要よ。緊急輸血だな。それで助かるのか。それで少し延命できるというだけよ。血がある間彼の血液型は AB 型。誰からでも輸血できる。全員ここに集めて。やるな、アルチョム。今眠ってたんだ。よーほー、アルチョム。ああ、散歩にでも行くか。地下にいるのももう飽きたからな。そこまでよ、ステファン。それ以上はダメ。見ろ、気がついたぞ。聞こえるか、アルチョム。死ぬなんて許さないぞ。許さないからな。まだまだ人生は続くんだ、子供だって。こんなとこで死ぬ。起きろ。なぜ立ち止まる。いつも外に行きたがってただろう。だから植物園のエアロックをも開けたんじゃないのか。ここはいいところだぞ。目的地はまだ先だろ、アルチョム。まだついてないし、まだまだ遠い。ここはお前の駅じゃない。ただの行き止まりだ。ゴールなんかじゃない。聞こえてるか。脈を見てやろう。ああ、これ早い。そう生き急ぐもんじゃないぞ。長生きの秘訣を血を持って教えてやるかね。さあ、行こう。よし、トモよ。最高品質の血液だ。ごちそうだぞ。これですぐに完全回復さ。これが嘘なら靴でも食ってやるぜ。なあ、俺にもようやく居場所ができた気がしたんだ。もうよそ者じゃない。お前が俺たちを一つにしてるんだ、アルチョン。生き延びてくれ、みんなのために。頂上まで行ってみよう。いいか、アルチョメ。お前にはまだ子孫を残すって任務があるんだ。それに俺のフィアンスはまだモスクワだ。一緒にメトロに帰ってもらわないと困るんだよ。こんなところで死んでる場合か。見ろ、アルチョム。バイカルコだ。はあ、もっとまともな人生があったんじゃないかって思うよな。メトロでのくだらん生存競争じゃなくてだ。ただ、これだけは言っておく。お前は正しかった。我々を連れてここまで来たのは間違いじゃなかった。そして、私は、この愚かな老いぼれは逃げてたんだ、生きることから。見ろ、笑ってるぞ。きっと夢を見てるんだ。何か言ってるぞ。うなされてるのよ、こんなに熱が。こんな世界でも全力で生きる価値はあるんだな、アルチョム。お前は分かってたんだろう。私は、地位や対面を取り繕うのに必死だったよ。すまなかった。アンナを巻き込んで、それでお前を責めてしまって。占領軍のことで皆を刺激してなければ、あの子はあんな目に遭わなかったはずだ。アルチョム、お願い、死なないで。置いていかないで。あなたと一緒じゃなきゃ生きていけない。聞こえる？目を開けて、アルチョム。目を開けてよ。ああ、アンナのことだが、面倒を見てやってくれ。もう私にはできんからな。海に行くのも止めはしない。
ただ一緒にいてやってくれ。彼女を外に連れ出して、自力で立つこともままならないのに自分の血を全部与えるつもりよ。薬は効いた。娘はいたが、それだけでも奇跡なのよ。私はずっと息子も欲しかった。頑固で私にそっくりだ。お前に似た息子が、はあ、ここは気に入った。とても綺麗だ。ここにいることにしよう、はあ、永遠にな。ここに配属してくれるか。ん？それと一番重要なことだ。私の出番は終わりだ。アルチョム、今度はお前の番だ。後を継げ。皆を率いるんだ。覚えておけ。オーダーを作ったのは人々を救うため、あらゆる人々をだ。アルチョム、それを忘れるんじゃないぞ。私のようにな。さらばだ、司令官。そろそろ時間だ。さあ目を覚ますんだ、息子よ。熱も下がってる。回復に向かってるわ。ただ今は安静ね。あなたもよ、アンナ。希望が見えたんだから。そこは夢の中で見た場所だった。ミーランが連れて行ってくれたバイカル湖畔の丘、彼の言う通り綺麗な場所だった。汚染のかけらもない。そこに家を見つけた。丘の麓の一軒家で湖も見える。この家で育んでいくのだろう。暗くて湿ったトンネルではなく、青い空とまばゆい太陽のもとに生まれてくる子供という希望を。レディース&ジェントルマン、将校としてオーダーを指揮する大役をアルチョムに委ねることを提案する。全員賛成だ。では最初のご命令はいかがいたしますか。じゃあみんなで家に帰ろう。だけどこの家は僕たちだけだと広すぎる。昔大佐が言っていたんだ。オーダーを作ったのは人々を救うためだと。あらゆる人々をだ。その任務を果たす時が来たんだ。終わっちゃった。ミラーが死亡か。どうなんだろうこれ。グッドエンドなのかバッドエンドなのかよくわからないけど、バッドっぽさはないな。決して。なんだろう、バッドだと、アルチョムも死んだとかかな。ちょっとそこは後で確認してみるとして。あ、意外と終わりは早かったかもしれない。いくつか謎のままのことがあって、砂漠地方行った時のソウル、ゴロツキのソウルは一体どこへ消えたのか。あのあと一回も現れなかったし、あと前作に登場したカーンとかも出てこなかったね。あとダークワンもいなかったし、あとやっぱり地上での冒険が多かったから、なんだろう、人で溢れている駅に到着するとかそういうこともなかったけど、まあ、これはこれでオープンワールドの世界でメトロ遊ぶことができました。でシーズンパスがあるので、何かしら今後 DLC で配信される、まあ、チャプター地点、まあ、ストーリーがいろいろあると思うんで、それが配信されたらまたやっていきたいと思います。それじゃあメトロエクソダスの、メインストーリーは、今回までで、はい、ご視聴ありがとうございました。